修也君、お客様がお見合いになってるわよ。下に来て接客お願いね。はじめまして、私、7号と申します。以後よろしくお願いします。はっ！新しい場所に引っ越して、まるでコンビニエンスストアみたいなお家を建てたいなって考えているんです。そう、セブンイレブンコラボイベント。7号とセブンかけてんだね。なわけで今回はセブンイレブンを作りましょうと。土地を探すところからお願いできるでしょうか。ふっ！お任せください。頑張ります。拒否はできないらしい。本当ですか？嬉しいです。ではよろしくお願いします。はっ！では7号様、お家のプランニングを進めていきます。はい、合いそうな土地。今からコンビニ作るんでしょ？どうする？海辺にコンビニ作る？こんなとこ誰も客来ねえよって。交番前。まあ普通に考えて駅前かなっていう。うわあ、ここは客来なさそうだな。うん、ということでね、線路沿い、線路沿い、普通にここでいいか。囲いがね、駐車場にしたいからもうちょっと囲いが少ない方がベストなんだけど、まあろくな土地がないからな俺のとこ。まあ春かな。決定します。はい、間取り。コンビニだからね、二部屋にしてスタッフルームとかいいから。ギュッと締めたノーマルより、まあ、ちょっとだけ広い。これかな。コンビニエンス。長いのいいかもしれないな。ダメだ、4個しかなかったら真ん中に棚置けないし。で、これだと6個か。これだと、これも6個か。6×6。縦 6×横がこっちは、8あるね。やっぱ広いに越したことはない。はい、7号様、このプランをベースに現地でコーディネートしましょう。さあ現地にお連れして、あとお願い。お任せください。はい、到着。はい、私の新しいお家。はい、どんなお家になるのか楽しみです。はっ。はい、コンビニエンスストア作りましょう。まずはコンビニっぽい家とかないかな。あるわけねえ。まあ四角い方がいいよね。コンビニっぽいの、まあこれかこれかだよね。これかな。ブロック状の家。屋根の色、ちょうどセブンイレブンのオリジナル家具配信の小冊子もらってきてるから、セブンこんなんか。そんなカラフルな屋根はないね。セブンはなんか4色ぐらいのラインが入ってるやつだけど、そんなものないから諦めて。本体の色はなんだろう。これ肌色みたいな色だな。それっぽいのあるかな。なさそうだな。うん、難しい。よっち、これがまだ近い。茶色いレンガの壁。入り口は自動ドアだからね、全くある意味これはない。自動ドアじゃないタイプもあるから、薄めのドア。
色が薄めのやつないかな。鉄のドアはちょっと、うん、これでいいや。もう他にいいのないよな。こっちの方が、でもコンビニって四角ってイメージあるよね。よし、柵、ブロック塀の柵。どの柵にするか。まあ普通のこれかな。もしくはこっちだな、こっちの方がいいや。よし、これで OK。 ど真ん中が駐車場を作りたいということは、まず石畳、自分のデザインで点線かなんか作りゃ駐車場作れなくもなさそうだけど、ちょっとめんどくさそうだし、いっか。よし、木っていうか花壇、花壇を一番奥に並べるかな。あんまり花壇とかは置いてないけど、まあその辺はおしゃれな感じで。どこだ、ここか。置く場所がないから適当に置いてるわけじゃないんだからね、と。コンビニって基本なんもないよね。お客さんいっぱいにしよう。なので車を、縦に止めていく。やりすぎ感があるよね、ここまでしちゃうと。本当はここにラインを入れたいんだよな。頭から突っ込むと出るとき大変だよ。ラインの代わりにパーティション木、なんかうまく駐車場を表現できるアイテムがあればいいんだけど、ないかな。今回の新作見てみる。はい、コンビニ用品いっぱい。だけど、うん、外に使えそうなのはさすがにないな。パーティーとかその辺で何かいいものあるかな。コンビニ系はほとんどここのようだ。ちょっと回してみよう、と。ゴミ箱とかあの辺置きたいね、コンビニだし。ゴミ箱、傘立てとかを外に置こう。コンビニっぽい、コンビニっぽい。パーティーも、こんなでっけえパーティーやったらもう白線どころじゃねえよ。
ゴミ箱もこんなでっかいのじゃなくて中に置く。こっちかな。食べ物系、コンビニで食べ物系は特に追加されていないとなると、ダストボックス、これいいのあるじゃん。はい、ザオープン。他にはゴミ箱、ゴミ箱、あまりいいゴミ箱が見当たらない。検索、ゴミ、これはちょっとな、ダストコーナーはちょっとな、普通のゴミカゴにしとこうかな。傘立て、傘立てはここかな。傘立て、傘立て、大体コンビニの入り口って言ったらこれあるよね。これは方位磁石はコンビニの前にはないね。こんなん見たことない。オープンセールは入り口のこっちの方がいいかな。他に何があったかな。結構掃除用の水出せるやつとかが横にあったり、シャワーしかないからな。ランプ、明かりは大事だと思います。明かり、明かり、ゴミ箱系はランプのところにあるのかよ。街灯明かり、街灯にあった明かりがなさすぎる。逆にロボランプの方がそのまま巣立ちするならいい感じだよね。こっちのカラフル系のところにもランプあったよね。ヤシのランプ、ロボランプ立てとこうか、明かりのために。街灯としてはこっちの方がまだ合ってるね。こっちかな。ちょっと邪魔だな、これぶつけられたらたまらないし、やっぱり。よし、駐車場4台完備、中に入りましょう。の前にちょっとだけ、何しようとしてたんだっけ、ここかな。外置き系のもので面白いものないかなと。うん、特にない。よし、内装にかかろう。やってんの。さあ、シャンシャンシャン、さあ、でカメラが増えてる。
コンビニの壁紙増えてんでしょ、きっと。あれ増えてない。コンビニの絨毯、爽やかタイルの床。セブンイレブンの壁紙はないんすか。セブンイレブンの内装、これか。入り口をさ、もうちょっと端っこの方に持ってくるとかしたかったな。この辺に。てか多分ほとんどこれを一通り出すだけでもうこれできちゃうと思う。全部置けるのかっていう心配の方が。あー、コーヒーマシンあるね。最近あれ匂いきついんだよ。中華まんのケース、やべ、囲まれた。ドリンク陳列棚はあるな。おにぎり弁当、やったやった、コンビニ装備最高。これおにぎり弁当棚じゃね。1個あればいい。ガーン ATM。 おお、入り口にセブンの。これを入り口に置こう、でレジカウンターも、てかもう置く場所が、配置も考えていこう。どうやって補充してるんだって言われても困るけど、レジ、コンビニカウンターレジなしとか欲しいな。だいたいドリンクって端っこにいっぱい。だいたいここがトイレなんだけどね。で、アイスがレジ前。で、ここがだいたい本棚。本ある？マガジンはなし。ないものはしょうがないから諦める。これ思いっきりちょっと前に作ったあれと被ってしまうな。もうここコンビニにしちゃったらあっちを改装しちゃおうかな。マガジンラック、あ、またやっちゃった。して視界が回ってるせいで下画面と統一が取れなくて間違ったやつ動かしてしまった。コンビニはこう行って、で、こっからがお弁当だな系。アイスケース、レジカウンター、おにぎり棚、ここにサンドイッチ棚が欲しいんだよ本当は。でもないものはしょうがない。場所がないからな結局。で、机、テーブルずらすの失敗しちゃった。ダブルテーブルが欲しいです。
違和感なくて並べれるっていうと結局はやっぱこれを使うしかないんだよな。サイズが全然違う。一応カウンターテーブルはダメだ、全然ダメだよ。作業台、横のレジに合わせるとローテーブルになっちゃうのかな。こっち見てみるか。トゥ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 ン、ないならないなりにうまくあるものを使って再現したいところ。厨房の調理台、うん、合わない。セールワーゴン、ダメだダメだ。シンプルなテーブル、まだマシなレベルだな。他にはローテーブル系で合うやつ、シックなローテーブル、諦めてレジ並べっか。2個ぐらいあるのも普通だし、このレジ並べた時点でもレジの中に入ってこれなくなってしまう。壁掛け系は意外にない。コンビニの時計ってこんなんなイメージがあるって当然なごとく監視カメラを、コンビニだもん。レジとど真ん中と入り口向き、もちろんクーラーもね。クーラーがないとアホらしい。直接これ置いてもいいかな。置けない、置けないよこれ。そもそもよし、ここに置いて、なんか変だと思ったら俺下のブロックで見てたのか。なんかこれ3個って中途半端な空きしてるなのか。これ実質2マスしか空いてないんだよね。絨毯も特になし、違和感のないロイヤルな、違和感しかない。ならばやっぱローテーブルだな。ふずくえ、これといった決め手が見当たらない。
ナチュラルなローテーブル。これを白系のローテーブルに変えちゃって、普通の置き場にするか。中華まん、おでん、中華まんのケース、中華まんは店員が取るから端っこでいい。ブロック的には2マス空いてるんだけど、実際は1マスしか空いてないから、これ以上置けないんだよね。罠だわ、ほんと。よし、もう一個ここに。意外に下来るね、これ。この台が欲しい。ぴったりなのが、ぴったりなのがないんだよな。コンビニの買い物カゴ、これはぜひ入り口に置きたい。コーヒー、テーブル、テーブル。ホットスナックケース、おでん、中華まん、ネギ塩豚カルビ、ベッド。ベッドなの？うわすげえ。でもこれお前んちを作ってやる気ないからね。俺はコンビニエンスストアを作るんだ。これ位置的にここともう一個ここしか置きようがないよね。これ以上不可能だもん。置く場所がないんだから。こいつのコンビニを無視してあっちの広く使える方で再現するってのも一つの手段だけど。よし、まあ、完全再現は不可能だからね。その辺妥協していこう。よし、ね、ちょっと店員さんも疲れるでしょっていうことでね、あの影に隠れたところに椅子を一つだけこそっと置いておこう。疲れた時にちょっと腰掛けるぐらい、ね、許してよっていう。立ちっぱの仕事は辛いからね。でもあんまり目立たないように、あんまこう贅沢な椅子じゃなくて、軽くこそっと座れるぐらいの椅子にね、お客様から直接は見えない。じゃあそこにでも座っといて、向いてる方向がこう、こうだな、違う。
本当はこの後ろに電子レンジとかも置きたいんだけど、もうそもそも部屋的に無理だもん。もうこれ以上置けないからほぼ完成なんだよね。これよくコンビニの端っこの方にあるよくわからない木、これよりもこっちの方がいいな。やっぱりこっちは掃除できるように掃除機、もっとあのワックスがけとか欲しいんだけど、すごいコンビニっぽくはなった。ただ生活できるのかって言われると不可能だね。でもお前が望んだんだぜ、俺はこれでいいと思う。吊り下げアイテム、ほら、セブンスポットのライト、もうほぼ完成が近づいている中、ちょっと場所の問題があるから壁掛けにしよう。着替えの制服、壁掛けっていうか天井だね。コンビニのライト、窓、コンビニの窓ははめ殺し、白枠にカーテンはブラインドだ。本当は上からさーって回してるやつで下ろしてることが多いけどね。まあ向こうの窓完全に閉まっちゃってるけど、ふう、でセブンイレブン、これ絶対車にぶち当てられて壊される気がする。消せる、夜の方が良かったな。こうやって見るとこの恵方巻きベンチってなんだよ、どういうことなの。恵方巻きベンチ一つぐらい置いとこうか。なんか音楽もあるんだよな、ケケサンバ。休憩はできますよ。ちょっと狭いけど。ふう。ダメだ。統一性が全く取れなくなる。いっそのこと全部なくす。
すかっていうレベルになっちゃうね。この花壇なくしてセブンのアイテムを並べるかってなってしまう。セブンイレブンの模型を置きたいんだよな。そのことは家の上に置きたいレベルだよ。でもバリエーションは良くなるから、こう早めにセブンのこれは受けときたいところだね。もう置く場所ないもん、どっこにも。だからといってこれ削るともうコンビニっぽくなくなっちゃうし、やっぱもうこれで完成だね。とりあえずカメラ使ってみよう。オッケー。あ、こんなことが。ちょっとくしゃみが。動かせる動かせる。あ、こっちも動く。あ、素晴らしいねカメラ。こうやってレジに立っててもらえばまるでセブンイレブンで、この状態でこれをこっちに持ってきて、こっち向いて、こういうことか。でパシャ。なるほど、これ面白いな。引いたら全体も見渡せるし、いいスクリーンショットを撮るための。てかもう完成じゃね、これ。これ以上どうしようもないもん。できました。お疲れ様です。どんな感じでしょうか。はぁ、完成しました。本当ですか、完成したんですね。はぁ、よっほー。7号様、コンビニエンスストア。ご覧ください。まるで自宅とは思えないぐらいコンビニエンスストアを再現しております。ジュース、おにぎり、中華まん、おでん、アイスクリーム、なんでも揃う便利なコンビニエンスストア。しかし、個人で住むとなると椅子が一つしかなく、明らかに住みにくい家となっております。そして自宅に ATM があったところでお金が入ってなければ何の意味もありませんよね。アイスクリーム美味しいです。ソフトクリームだ。明らかにソフトクリーム的なものは入ってなかったぞ。ふわふう。当然ながら外は駐車場になっております。お客様に来てもらわなければいけません。まあとりあえずお客様がいる的な感じを出すために車は4台並べておきます。一応お客様の車という体でお願いします。そして、街灯いいのがなかったんでロボランプしてます。セブンイレブンオープンしました、ぜひ来てくださいね。コンビニのダストボックスって欲しかったな。お前つけたり消したりして遊んでんじゃねえか。ふぅ
まあ、あの部屋がこんな風になるなんて。今日からこの部屋で新しい暮らしが始まるのがとても。新しい暮らしは無理じゃねえかな。ここも職場だろ、職場。はあ？ありがとうございます。はあ？焦る。あ、やっべえ、ここ住めねえわ。住みたいんなら住みたいって言ってくれよ。おかえり、遅くまでご苦労様。営業時間過ぎてるし、帰っていいよ。もちろんまだ帰りません。私は勉強をしなければいけないのです。はい、講座へようこそ。マイデザイン上級編。虫コレクション、魚コレクション。魚から行こうかな。魚のコレクションが追加されました。102種類一気に。ジンベエザメまで。へえ。ワカミは海ぶどうのような海藻も混じって雑なところが化石にしか興味がないフータさんらしい。よし。うわ、じゃじゃじゃ。今日も一日頑張った。なぜか2階に上がってきてしまったが降りるぜ。今日はちょっとマイデザインを頑張ろうかな。マイデザインを頑張ろう。まあ微調整は後でしよう。どうしようかな。分かりやすい方がいいよな。うん、微調整は後でしよう。大きくてもいいかな。丸。今日はここまで。よし、残業終了。帰ろうと。さてどうしよう。残業は終わった。帰る。